はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝ですね、続きをやっていきましょう。プレイ部署は真田丸で、ちょっとね脚光を浴びた室賀正剛という武将です。なので真田丸ご覧いただいて見ていない方もね中にはいらっしゃると思うので、室賀正剛どんな人物だったかと、まあ、簡単に、お話ししておくとですね、室賀正剛は真田正幸とかと同じ真田家と同じですね、まあいわゆる黒人衆の一人で、正幸とはまあライバル的な関係で真田丸の中では描かれてました。で、すでにですね主家である武田家は滅びていて、今はですね、まあちょっとややこしいんですけども、明智家に仕えています。まあ、明智光秀は秀吉に滅ぼされたんですが、柴田勝家の庇護のもと生き延びていて、柴田勝家亡き後、柴田家をまあ継ぐような形で明智家が復興再興してます。ですので今はその明智家の中で、室賀も生き残っていると。でその明智家なんですが、現在秀吉と戦争中です。なのでまあその戦いになんとかね、勝つためにどう戦うかというところですね。今ここはもう入り乱れてますね。徳川織田秀吉が入り乱れていて、ここが秀吉に今狙われているところというところですかね。では領地の方に行きます。でちょっと建設関係というところで言うと、ご用は何ですか？ありがとうございました。狩り場を作って連動をちょっと上げるための施策を打っておきましょうかね。ご命令を。先月の収支です。助立ちいたす。出陣します。戦場へ参る。戦場へ参る。すごい勢いで秀吉に侵食を受けてますね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。まあ実際この辺りはですね、秀吉がいた頃は、上杉景勝が守ってたところですね。その後上杉は、会津の方に転封という形に なるわけですけど、この辺りはもともとは上杉の領地だった場所です。表情を始めます。先月の収支です。でこの信長の野望創造の中では、柴田勝家がその後勢力を伸ばしていたんですが、さっきお話したように柴田勝家が死んだ後、明智光秀が後を継いで、今明智家という柴田の家紋でありながら明智の名前というちょっとね変な感じになってますね。いや今郡上八幡なんてとても攻められないでしょう。表情を始めます。先月の収支です。出陣します。この武将プレイだともう本当に敵に押されてるときは何もできないですね。我が戦お見せしましょう。ご命令を。先月の収支です。岐阜の織田家が秀吉にやられてるか。さ
さあ、光秀より参陣の要請が来てます。ちょっと戦況を聞いておきましょう。東方は100の手勢で4000の相手にしてるって、これ勝ち目絶対ないだろう。形勢はお味方やや不利、やや不利っていうか、まあ、相当不利だけどな。ここはちょっとね、犬死にできないんで参陣を拒否しましょう。勝ち目がまるでない。ご命令を。先月の収支です。いやー、かなりやられてますね。これは秀吉から寝返りの要請が来てます。寝返りましょう。お、来たなということで、秀吉の傘下に入りました。これでね、またちょっと天下統一への道が開けてきそうですね。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。せっせと働いていきましょう。で、ちなみにですね、今の自分の立場ですが、どこで戦っていくかというと、諏訪城を攻撃せよというのが主命になってますね。で、拠点情報を見ると、人口は1万いて、民中が33、連度が3はちょっと低いですね。で、城主は堀尾忠氏が城主を務めている城ということになってます。二層天守、金銭収入とかもあんまり高くはないですね。鉱山とかもないと。なるほど。では続いて領地をちょっと覗いておきましょう。新しい人たちとの交流をせっせと深めておかないといけませんからね。よし、こんなところでいいでしょう。んー、では毛利勝長を襲撃しに行きましょう。なんか勝てる気がしないですけどね。毛利勝長が行って、まず先にこの毛利を、毛利勝長を攻略しましょう。続きなさい。皆、手を貸してくれ。かかれ。皆、手を貸してくれ。皆、手を貸してくれ。これは挟まれる形は絶対に避けなきゃいけないんで、下がりながらの戦いになります。ひたすら下がりましょう。ただ追い詰められてきたな。このままなんとか押し切れるか。兵力の数でなんとか押し切れましたね。毛利勝長の部隊を倒して、これで
あと達成しなきゃいけないのが1,2,3 個ですね。4個か。ちょっとこれでまた兵力を回復させましょう。兵力が減ると連動がまたね、かなり下がってしまうんで、その連動を見ながら戦っていく必要がありますよね。我が軍略お見せしよう。出陣します。出陣する。ご命令を。先月の終始です。戦へ参る。出陣します。表情を始めます。先月の終始です。何なりとお申しつけよう。橋場家の人たちと吉見を通じておきましょう。先月の終始です。報告いたします。さあそろそろじゃあ出陣していきましょうか。このね、任務を遂行していかない限り自分に出陣の機会は来ないですからね。この橋場家では武将の数が豊富なんで、この室賀にわざわざ出陣を命じてくるような状況にはないっていうのはね、武田家にいた頃と大きな違いですよ。やってくれるな。行きます。みんな手を貸してくれ。逃げたければ逃げなさい。規制崩しな。規制崩し返しだ。撃滅しました。これでまたでも兵力がだいぶ小くなりましたね。助立ちいたす。よし、軍団に登りました。またでもね、大官からやり直しですからね。先月の終始です。報告いたします。さあせっせとやっていきましょう。我が戦お見せしましょう。ご命令を。先月の終始です。我が策、戦場を制す。おお、三木家が橋場に滅ぼされて、今魚津城攻めを命じられてますけどね。室賀表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。我が策、戦場を制す。出陣するぞ。光秀が死にまして、秀光が大名になってますね。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。横取りしましょう。じゃあこの任務、
重家と戦うのか。さっきまでね、武田家にいた頃は利家と戦って、そして一時は利家と味方になり、そしてまた利家と戦う、なんか戦国っぽいですよね。で、利家はというとやはり強い。さあ、ではたまには領地を徘徊しましょう。700か、700じゃちょっと厳しいんで、もうちょっと軍勢が集まるのを待ってから討伐に出ましょう。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ご命令を。先月の収支です。あ、消えてるか。消えてるな。せっかく功績を貯めるチャンスでしたが、ちょっと兵がいなさすぎて出陣できませんでしたね。よし、300を獲得したぞ。秀吉はさらなる高い地位を必要としていたということで、これは関白就任ですね。うん、豊臣秀吉へと改名しました。豊臣家になりましたね、これで。ご命令を。先月の収支です。さあ、ではまた手柄争いのチキンレースを始めていきましょう。城代ぐらいまで早く登らないと何もできないですからね。さあ、足軽頭へと昇進。表情を始めます。先月の収支です。伊達家より西か。今ちょっと伊達に寝返るのは得策じゃないですね。お、蒲生氏郷ですね。まあ、かなり可愛がられたらしいですよ、信長にも秀吉にも。ご命令を。先月の収支です。さあ、なぜか唐突に蒲生氏郷の死が描かれましたけども、続きをやっていきましょう。残された、明智の城はここだけですね。で、他はどうでしょう。いつの間にか北条が衰退して、代わりに伊達が40万の兵力を持ってますね。マジか、これすげえ兵力になってるな、伊達が。これ伊達とぶつかりますよ、この後。秀吉がまあ約50万。長宗我部と同盟中。で、伊達が、うわ、でかいな。40万の兵力で武将数がちょっと少ないかなっていうのはありますけど。
陣するぞ。いつの間にか伊達との戦いになってるわけですね。表情を始めます。先月の収支です。ちょっと意外でしたね。敵に城を奪われました。お、敗戦してるんだな。ここは お、そして秀吉がここで死にますね。まあ、秀吉とねね様ですが、まあ、実際にはどうだったんでしょうね。もう僕もこんな夫婦でいられれば嬉しいですけどね。さあ、この秀吉の後誰が継ぐかというのもちょっと注目ですね。これで秀吉が死にました。ギリギリで豊臣に改名した後に死んでいきましたね。で、秀頼が後継者。さあ、では今度は秀頼様のために尽くしていきましょう。では国衆を攻撃して勲功を貯めていきましょう。呼ばれるようになりたいですね。一刻も早く。加勢いたす。人の手柄を奪っていきましょう。戦が続くとどうしても連動がね上がっていかないですね。みんな手を貸してくれ。今鉄砲隊で部隊を固めてるんで、晴れてる間はいいですけど、雨の日とかになるとね、かなり攻撃力が落ちますので、晴れてる時はね自信を持って戦えますね。表情を始めます。先月の収支です。ではまたちょっと兵力が回復するまで我慢しましょう。ちょっと兵力の回復速度を上げるためにトーチバか何かをちょっと作りましょうか。領地に移動して、御用を受けたまわります。建設していきましょうか。温泉の近くに
この水田をちょっと変えましょう。せっかく来たんで、たまには話を聞いていきます。敵に城を奪われました。お、伊達とつばぜり合いが続いてるな。表情を始めます。先月の終始です。兵の回復速度がだいぶ上がった気がしますね。表情を始めます。先月の終始です。主命達成のためにやっていきましょう。出陣します。我が戦お見せしましょう。助立ちいたす。加勢いたす。加勢いたします。お、我が息子ですね。これは、いやー、これは楽しみな。息子が入ってきましたが、能力は知略が高いですね。これは楽しみですよ。室賀正剛に似合わず知略が高いっていうね。ご命令を。これでもいつ死んでも報告いたします。後を継がせるね、息子が出陣します。来てくれたんで安心ですね。さあ、では、あ、現在東方は6000の手勢で600の敵と戦っていますということで、戦っていきましょう。進め。やるとしよう。いざ参る。行きます。敵の数は多くないので、このままひねり潰しましょう。みんな手を貸してくれ。城門を破壊しました。敵城門突破しました。いざ参る。もう一撃全てを込める。続きなさい。決着を。この矢倉がパニってるのは何なんでしょうね。なんかの味方の戦法かなんかの効果か何かで矢倉がパニってくれてるっていうのは非常にありがたいですね。敵城門突破しました。ここは引きます。いざ参る。引くぞ。さあ、室賀さん、これかなり先行高いんじゃない、大きいんじゃないですか。17か。加勢いたします。お、今度は利家が死にますか。これは松様ですね。利家と松、大河ドラマで僕も見てましたけど。さあ、これで利家が死にましたというとこですね。これで最後は利長が後を継ぐのかな。本来だったら前田家があれば。先月の終始です。報告いたします。我が策をお見せしましょう。出陣するぞ。出陣します。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。助立ちいたす。表情を始めます。さあ、不可思議は落とせそうですね。
これで功績がまた溜まりそうです。表情を始めます。先月の終始です。助立ちいたす。お、三巡要求だ。行きましょう。2500の兵とあまり多くの兵は出せませんが、ここは一気に落としてさらに上げていきましょう。行くぞ。敵城門突破しました。みんな手を貸してくれ。引け。敵城門突破しました。これで深市城は落としました。6か、今の戦いで。まあただ、主命達成したんで300もらったんで、これでまたちょっと昇進に一歩近づいたでしょうというとこですね。ご命令を、先月の終始です。今度の標的の城が、目標の城がどこか。おお、侍大将になりましたね。そして城代昇格です。よし、高道場の城代になったぞ。高道場ってでもこれ最前線だからね、これは嬉しいですよね。さあ、では城代になったわけですが、これからなんとかね、ここまでの不甲斐ない状態から脱して頑張っていきたいと思います。というわけで、今回はですね、ここで終わりにして、次回から城代でのプレイということで、お届けしていきたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。